9月13日、大御所出張所でスマホ教室が開催されました。午前11時から始まったこの日2回目のスマホ教室には3人が参加しました。このスマホ教室は坂出市が取り組む DX 推進の活動の一つとして、地域の年配の方、スマホ初心者の情報格差をなくそうと開かれました。スマホ教室で講師を務めたのはスマホ教室講師の久光弘則さんです。はじめに久光さんより SNS について説明があった後、利用者が多く誰でも簡単に使えるように工夫されている LINE の使い方について話がありました。参加者は LINE について、電話番号を知らなくても友達追加できるのかや、アカウントはどのように作成するのかなどと質問をしながら、講師の話を真剣に聞いていました。LINE 使ってますよっていうふうに思っていただいても大丈夫なんで、Facebook、Instagram、Twitter、これは全部LINE の操作の話が終わると、参加者は講師の指導のもと、アカウント作成に挑戦しました。慣れない作業に苦戦しながらも、参加者全員がアカウントを取得することができました。続いて作成したアカウントの QR コードを使って参加者同士で友達追加をしました。追加後は音声メッセージで画面上の会話を楽しみました。おはよう。文字が入りました。送信。これ届きました。はい。はい。ね。こんにちは。残念。わが入ってない。こんにちは。わがね。はいはい。LINE の操作が終わると、スマホでのマイナンバーカードの申請方法について話がありました。国が推進するマイナンバーカード普及事業として、今月9月末までに申請すると、最大2万円分のマイナポイントがもらえるキャンペーンが実施されていることもあり、今回のスマホ教室でもマイナンバーカードの申請方法について説明がありました。最後に久光さんより、スマホ操作の上達にはとにかくたくさん触ってみることが大事です。スマホは便利な機械なので、たくさん使ってみてくださいと話がありました。まあせっかくねスマホ持っとんやけど、ちょっと使い方はほとんどわからんので、ちょっと勉強したいなと思って、まあ、案内があったんで来ました。まあまだまだ勉強せんかったらいかんなと思うけど、ある程度はちょっとね勉強になりました。スマホ教室は今月末や来月、再来月にも開催予定となっています。詳細は坂出市の広報でご確認ください。